どうも、うずです。今日は Amazon の話したいと思います。 Amazon、 パソコンやタブレット、スマホからアクセスして、簡単に買い物ができる、結構ね前からやってる大手のサービスですけれども、これが最近いろんなサービスを始めています。まずプライムビデオっていうのがあります。プライムビデオ、 Amazon が所有している映像、まあビデオとかをプライム会員は無料で見放題で、ここ最近始めたのがこっち側なんですけど、Amazon Music、 これも Amazon が持ってる音楽ミュージックをプライム会員様は無料で聴き放題で、このあと始まるやつかな、都内にちょっと限定されるんですけど、最初はプライムナウといって、プライム会員の方は、2時間枠で配送時間を指定して届けてもらえるっていうものがあります。で、追加料金を払うと1時間で届けてくれるっていうお急ぎ便のね強化版みたいなものも始まります。まあそれ以外にもいろんな特典があるんですが、Amazon のプライム会員っていうのは年間3900円払うだけでこういう特典全部受けられちゃうんです。ただし、これ今言った3つのサービスっていうのは他のところがすでにもうやってるサービスではあります。例えばプライムビデオに関しては、ここ最近のメジャーなものだと私も使ってますけど、 Netflix、 月額料金が3パターンある定額制の、映像配信サービスなんですけど、まあ、ここがもともとはやっています。まあ、他にも Hulu とか D ビデオとか、まあ、いろんな映像配信定額制のものがありますが、だからねこの Amazon のプライムビデオっていうのが目新しいわけではないんです。プライムミュージックっていうのも、今年話題になりましたけど、 Apple ミュージック、あとは Google のプレイミュージックとか LINE ミュージックとか、まあこれもいろんなものがあります。でプライムナウっていうお急ぎ便みたいなサービスがあるんですけど、これはよく家電量販店とかが、まあヨドバシさんとかもそうですけど、ウェブで注文したものを社員の方とかがもうすごい早く届けに来てくれるっていうサービス。で確かこれはね別料金かかんなかったと思うので、どちらかというと今回の Amazon の戦略は強化版ですね。1時間以内にお届けできちゃうよっていう、そういうスピードをかなり強化したサービスになってます。まあそれなので、ここで言ってる Amazon のプライムミュージックとかプライムビデオっていうのはもともとあったサービス、それを後から Amazon が加えてきたような感じです。ただ Amazon がすごいのは、このビデオやミュージック、あとは短時間配送、これを年会費3900円で加入できるプライム会員っていうサービスにまとめてるところがすごいと思います。まあ、映像作品とか音楽のボリューム的な面で言うとちょっとね差は、専門でねやってるところに比べれば差はあると思うんですけど、結構ねこのプライムビデオとかプライムミュージック見てみても、それなりにね見たかったり聞きたかったりするものもありますので、全く魅力がないわけではないです。でそれが安い価格で利用できるっていうのはすごい魅力なんじゃないかなと思います。全部ねまとめちゃってるからね。ということで今年は結構 Amazon がいろんなサービスを始めてきましたが、まあ、全体的に言えるのはなんかお値段がねリーズナブルでいろんなサービス受けられるっていうすごい面白いことやってるので、すごく興味があります。で私自身もプライム会員登録してるので、これらのサービスを受けられるんですけど、確かにこれだけ受けられたら結構一応十分なんじゃないかなっていう感じもしますね。ということで今日はAmazon のサービスに関してのお話をさせていただいたんですけれども、うずの動画は結構パソコン系とかこういうネットの話とかをよくしますので、もしチャンネル登録の方まだされてない方いらっしゃいましたら、ぜひ下の方のクリックしていただいてチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でもNetflixの映像作品の多さとか、レコメンドエンジンでこちらにおすすめしてくれるサービスとか、これあるからね、Netflix はちょっとやめられないんですよね。